ないぞ。こんなに仇討ちさせる女々しい奴よ。今度は生きて返さぬ。あまり。何？砂糖捨て、忍びの技を持って邪悪な賊に組みしたものの末、カバネとなってなお世に災いをもたらすことかなわぬ。 喜ばないのですか？あなたのお母さんは。悲しみを乗り越えて人は強くなるの。過ぎてしまった時間は元には戻らない。たとえ科学が肉体を復活できるとしても。私はそんな風には思えません。だって私は待ちなさい。あなたにはいずれ分かる時が来るわ。